株式会社愛テレビは愛媛県を放送対象地域としテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。開局当初の正式社名は株式会社イオテレビだったが略称の ITV からもじった愛称愛テレビが県民に浸透し現在ではこちらが正式社名になっている。なお略称の ITV はロゴにおいては デザインの都合上昇文字となっているものの表記としては大文字が正しい。JNN 加盟 TBS 系列の最後発テレビ局として1992年10月1日に開局した。四国地方を放送対象地域とする JNN 系列局では1970年のテレビ、高知、1979年の RSK、 三洋放送に次いで三番目に開局した。愛媛新聞、毎日新聞と親密な関係にある。初代社長は三浦工業創始者の三浦田もコールサインはジョア DTV。リモコンキー ID はキー局の TBS と同じ。6。企業、団体は当時の名称。出店 1992年3月31日2003年3月31日、行動山送信所愛媛朝日テレビと同様に、在承選抜民法2局と比べて中継局が少なく、愛媛県内でも山間部を中心に南市町地域が少なくない。南市町地域では周辺の中継局に向けて氷得アンテナと地震ブースターを併用するか、 県内のケーブルテレビでの再配信を利用して受信する。また、対岸の中国放送、RSK 山陽放送、テレビ山口、RKB 毎日放送、大ブ放送、宮崎放送か、隣接県のテレビ高知を使って保管受信する場合がある。リモコンキー ID6JNN 系列のリモコンキー、ID 地図局名の後に印がつく12局は、 1992年の開局当初から放送を実施している送信省及び中継局である。ただし、上北、川野菊間、宇和島の各局は、後の穴々変換により、送信チャンネルが変更されている。また、内湖中継局は2005年頃に開局しており、それまでは隣接の大須市など周辺市町村の中継局も受信が困難であることから、 対岸にある広島の中国放送を視聴していたという。以前設置してあった場所放送時間は2019年10月時点の物たた数ほかほかキャスターリポーター男性女性愛。テレビでは2006年6月から2013年9月までセントラルキャスティング方式による番組配信を行っていた。セントラルキャスティング方式とは、例えば日本を各ブロックごとに分け、 その地域ブロック内で親局を決め、系列局間のネット番組や CM の送り出しを親局で一括管理するという方式。キー局である TBS がこの方式を JNN 各局に呼びかけたところ、広島の中国放送と会い、テレビがこれに応じ実現したものである。この日社の場合、RCC を親局と位置付けた上で、これまで自社に設置していた。 番組配信マスターや CM バンクを RCC 社内に新たに共同で設置し運営していこうというものである。具体的にはキー局などからのネット番組は必ず RCC を経由して松山へまた会、テレビからの番組素材や CM は一旦 RCC に送りマスターに編成された後再び松山に戻してから愛媛県内の放送電波に載せる。 マスター管理業務が省略される分コストが削減され、自社番組制作や編成に注力できるといった利点がある。地上デジタル放送開始に向け、県内他社をはじめ全国のほとんどの地上派テレビ局は、自社によるデジタル化更新を進めたため、この方式は、全国初かつ、i テレビと RCC による全国唯一の方式であった。この時、TBS は、 山陽放送、山陰放送、テレビ山口、テレビ高知も RCC とのセントラルキャスティング対象に考えていたが、ため、参加しなかった。この時、タイズはネット保証金を減額されたという。このシステムは NTT コミュニケーションズの専用線サービス、ギガストリームを使用していた。ところが、この運用を開始してほどなく NTT が デジタル回線の回線使用量を固定化したことにより、コスト削減のメリットがなくなってしまい、他県の系列局にマスターが存在するというデメリットのみが残ってしまった。こうした流れを踏まえ、アイテレビ側がこのデメリットを解消することなどを理由として、本社内にデジタルマスターを設置2013年9月30日に稼働させた。こうして全国初であり、 なおかつ全国唯一であった、このセントラルキャスティング方式は7年3ヶ月で終了した。当初一般番組を JNN 案から配給を受ける形でクロスネットとして加盟する計画もあったが、JNN 配達協定に抵触することからクロスネット計画はなくなった。愛媛県内は正式なサービスエリアであるので、 区域外再放送とはならない開始当初は24時10分24時25分で放送。日ネットの場合あり、ドラマイズム枠過去に第2部のみをネットしていた時期あり、同時ネットで放送していた時期あり2019年6月までは土曜1時25分1時55分だったが、スーパーアニメイズム枠確保により移動となった。ただしサービス放送による最終回放映前にも、 南海放送で一時期、送りネットで放送されていた時期がある。正確にはサービス放送期間中からネットしていた。開局当日に開始したが、その翌日に番組自体が終了したため、愛テレビでの放送は2回のみ、愛テレビでの本放送は最終回のみ、愛テレビ開局前は別タイトルで送りネットされていた。編成により、 テレビ愛媛で放送された時期もあった。ありがとうございます。